薬満の秘宝館へようこそ。令和4年もですね、見知っている人随分とお亡くなりになりました。非常に寂しいなという気持ちがするわけですね。中でもね、衝撃的だったのがアントニオ猪木さんのね訃報でございました。体調を崩されてからもいろいろ発信されてその姿をね拝見しておりましたので、よろしくはないのだろうなということは思ってはいたわけですけれども、それにしても、急にお亡くなりになるのとはなという、感が強くいたしました。猪木さんとは一度何のイベントだったか、ご一緒した際にこの香港人形、お人形にねサインをいただいて、これはまあ前にもお出ししたかとは思うんですが、出しはないですね。出してないですか。はい、出してないです。じゃあこれ大変なもんじゃないですか。あ、貯金箱になってる。貯金箱。いやいいですか。そのイベントでお会いした時にね、闘魂を注入していただきました。その後なんかコンプライアンスが厳しくなって闘魂も注入されにくくなって、いたんじゃないかなと思いますが、その頃はまだそんなことが言われておりませんでね、もう我もという形で、猪木さんに、闘魂を注入してもらってた記憶がございます。ちなみに闘魂注入された時って、はい、どういう状況であれですか。私が猪木さんに闘魂を注入していただいたのは私の師匠筋にあたります、千田光雄師匠。この千田師匠がですね、一時浦島光雄という芸名に改名したことがあったんですね。ほんの一瞬なんですけどね、シャレで。その浦島光雄襲名パーティーが恵比寿のお店で行われた際に猪木さんお見えになりましたね。そこで、はい、他千田さんも多分されたでしょう、はい、他の皆さんと一緒に闘魂を注入していただいたといういきさつがございます。もうワンチャンでしたね。後にも先にもね、その1回のチャンスで、頂戴いたしました。その時は眼鏡も外されて、あ、もう当然でございますね。それね、はい、怪我しないように買ってね、買ってね。すげえ痛かったとか、なんかそういう、もちろんど厳しく痛いわけですね。このど厳しい経験のもう一つが、何年か前まで大晦日の名物でしたガキ使は笑ってはいけないで、はい、タイキックというね、はい、名物がございました。あのタイキックも実は食らったことがあります。番組の中でね、タイキックの50倍ぐらい痛いですね。はい、それは厳しいものが。ただね、腸のビンタはいただいたことがないのでね、はい、それとは比較はできないんですが、少なくとも田中タイキックのタイキックのそれぐらい痛いということだけは申し伝えておこうかなと。ただもちろん痛いよりも感激の方がありがたいっていう思いがね、強いので、痛くてどうにかなりそうだとか逆に腹が立ったとかそういう感じは当然ですが全くあるわけがない。本当にありがたく頂戴したという記憶がございますね。はい、その時にさらにもう一こちらの方にも、おお、闘魂、常にやはりサインにはね、闘魂という文字を入れられていたというのが猪木さんでございますね。かっこいいですね。かっこいいですね、やっぱね。猪木さんは昔はね、新日前日に別れる前、それこそ馬場さんと一緒にリングに上がっていた頃、一番よく見ていたのは実はその頃ですね。ですから、その後のプロレスというのは正直あんまりこう拝見はしてはいなかったんですが、いろいろこう団体がいっぱいできて、複雑になってからというのは、あまり拝見することはなかったんですけど、でもやっぱり子供の頃見たね、その
思い出と印象というのをね、大層強いございますね。それに馬場さんにあともう一人吉村道明を加えたりね、タッグとかよく見てた記憶がございます。そんな猪木さんも姉が行ってしまったというのはまだなんとも寂しい限りでございますが、この闘魂をね誰が受け継ぐのかな。なかなかこういうキャラクターの方もねそうそう出てきませんのでね、まあ熱海も先にももう猪木なしということになってしまうのかなということで、今回は猪木さんのね闘魂猪木をご紹介いたしまして、ちょい表す回答させていただきとうございます。役でございました。また一つ登録の方よろしくお願いいたします。